どうもこんにちは、黒ネタです。今回もアームズ面々でランクマッチ行ってみたいと思います。最初の相手はマスターマミーメガボルトだったらブーメラン欲しいな。とりあえずこれでアームズ、おっ、あぶね。よし、いいよ。なんだかんだでね、局者ブーメラン使っちゃうんだよな。安定なんだよね。オッケー、いいよ。あっ、あ、うまい。あっ、オッケー、よし。あ、やっぱ風属性いいですな。オッケー、いいよ。あ、あぶね。横から横から、お、うまい。よし、オッケー、冷静に。いいですね、ラッシュも温存できたし、これはいいよ。相手はどう変えてくるかな。ダブルバルーナーとかだとちょっとめんどくさいんだが、とりあえず右をブーメランのままで。アム帰ってこない。あ、おし、オッケー。おっと、危ねえ。オッケー、落ち着いて。危ない、決して油断はせずに。あ、通さねえ。通せると思ったんだけどな、柱の間。オッケー、いいよ。よし、オッケー。あ、まずいね。今のこっちもラッシュでもいいのかな。あ、しまった。おっと、ガンマチマミ、まあ、こうなったらそりゃ、あれ解くの。オッケー、そこは硫化通したのが強いよ。お、アイン下がったね。いけるでしょう。オッケー、使う必要なかったけど。せっかくならね、とどめはかっこよくやりたいからね。やっぱり硫化を維持できるとトースター強いな。さあ、お次の相手はローラポップサラマンダエクスブロートースター。エクスブローか。トースターで総裁とかもしてみたいから、とりあえずこれか。アーム、もっとね、アップデートされたからいろんなアーム試してみたいところはあるんだが、とりあえずはね、局者をどうしようか悩んでる。ブーメランが今までのタイミング出すとね、うまく拾えないんだよね。あ、うまい、危ね。あ、うまいね。あ、そこ当たんないのかよ。よし、オッケー。あ、今の普通に素直出せばよかった。あ、こういう時。あ、お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 し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 、あぶね。いいとこ出してくんね、相手さん。お、あぶね。あ、今大丈夫なんだ。あぶね。やっぱブーメランが当たらねえな。あ、ちょ、あぶね。あっ、ちょ、危ねえ。あっ、自分が行っちゃったな、今の。いけるか。よし、オッケー。今のはラッシュカウンターされても大丈夫なんじゃないかな。オッケー、とりあえず1セット。ただブーメランがほんと刺さらんな。まあ、ちょいちょい当たってはいたから、もう一度行ってみましょう。アム、あぶね。俺、エクスブローはね、本当に苦手だから、使うのも使われるのも。オッケー、こういう時は強いんだけどな。
若干当たるのが遅い。おお、すごい爆発。あいちゃいちゃ、トスミスった。お、うまい、うまいな今の。あ、待って、横から。あぶね、ナイスブーメラン。でも今みたいなね、ラッシュキャンセルがね、少し狙いづらいんだよね。本当のスピードが遅くなっちゃったから。よし、 今までみたいに浮かずに出せないんだよね。結構隙をついてやっていかないときついイメージがある。オッケー、今のは移動先読めてるよ。そこ、よし、今のは読めてますよ。あーっと、かするだけ。よし、オッケー、よし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 。今まで以上に面々は流化を維持しないとかなりきついかもしんないな。さあ、今回最後のやったローラポップランク20、スパーキー、ジョーカー、ブーメラン。ブーメランか。相手さん使ってくれるんだったら色々と勉強できるんだけどな。とりあえずこれで。お、あ、ジョーカー。あん、オッケー、よし、ちょっと上手い人のブーメランテクニックをね勉強したいところはあるんだが、危ねえ。よし、いいよ。こういう時にちょっと牽制に、アイス牽制に使いづらくなっちゃったんだよな。オッケー、よしよし。あ、拾えない。あ、うまい。いや、焦るな焦るな。あ、うまいね。あ、今乗せなきゃダメです。危ねえ。あ、くそ。よし、オッケーよ。ラッシュ狙ってるよね。あぶねえ。いや、うまく左右のアームを使い分けてくるな。こうなるとこっちきついぞ。オッケー、よし、オッケー。すげえ冷静に戦っちゃったな。相手さんブーメラン使ってくんねえかな。いろいろと勉強したいんだが、だ、使わない。アーム、いやでも、こういうダブルグローブには結構ブーメ、あ、ブーメが刺さってきたから、これはある意味練習できると。あ、あー、見えなかった。くそ、まひらせる攻撃2回はきついな。合うね。このタイミングじゃきついか。あ、ここは当たるのか。オッケー、あ、なるほど。オッケー、いいよ。少しずつ勉強勉強させてくださいよ。あー、ここ迂闊に出したな今。ここはどうだ。あー、ダメか。そこ、あー、うまい。待って、あ、そう、うまい。よし、いいよ。ブーメランでちょっと当てたところに、あ、トースターって感じが結構強かったんだが、それがちょっと狙いづらいな。ちょっと今一旦流化して、いいよ。よしよしよし、オッケー、勝てた。はい、というわけで今回はここまで。ぜひ高評価、チャンネル登録ありがとう、お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。ちょっと